と今日は世界難民の日です。日本に住む難民申請者は、たかだか年間1万ちょっとですね、去年とか。それにもかかわらず、ほとんど日本は受け入れないという体制をとっております。日本は、難民として逃れてくる人たちを、収容所に、入れてしまうのですが、最近の収容所の体制があまりにもひどいということで、ここに申し入れに来ました。収容やめろ、収容やめろ、収容反対、収容反対、人権守れ、人権守れ、収容やめろ、収容やめろ。申し入れ書にはまず、あれですね、3月牛久で亡くなったベトナム人のことについて、やっぱり責任を果たしてほしいということをまず1点と、あと収容者から手紙を預かったので、クルドの方とナイジェリアの方から手紙を預かったので、その件、それをお渡しするのと、処遇のひどさとか難民認定率の低さとかを、あと、どれだけ中の医療がひどくて、中の人たちがどれだけ病気になって仮病扱いされて病院に連れてってもらえないで苦しんで、でもしくはまた死んでしまうのかと、どういう状態になっているのかということをお話しさせていただきました。世界難民の日というのはただ国連が決めたきっかけにしか過ぎないんですけれども、でもせめてね、なんか1年に一度、難民にとっては365日難民の日ではあるんですけれども、せめて関心がなくても本当に隣り合わせの問題、いつ誰がどうなるかわからない、自分もしくは自分たちの平和は彼らの犠牲の上に成り立っているかもしれない、そういう意味では全く他人事ではないし、すごい近い問題だと思うので、少しでもね、そういうことをきっかけに、なんかなんだろうなって思ってくれたらありがたいんですけどね。